皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月18日18時16分、日本プロ野球機構や、阪神タイガースの方たちへのメッセージということで、昨日の、オープン戦、試合途中で寝ました。試合中にもうオープン戦の成績も全然私こだわってないんですよ。とにかくまず自分の健康管理、本当にもう皆さんもその方がいいと思いますよ。で、日本プロ野球界としてのお支払いで、それはお互い健康を害しないで、会社ですからね、プロ野球機構の方から払ってもらったり、阪神タイガースのその球団として払ってもらったりだとか、それで僕はいいんですけどね、訴訟費用とかお金かかるから、ただ、オリンピックの時とか、今までの試合の中で、勝利数にもよって、手当が出るだとか、そういうことも聞いたんで、どんなふうなそのお金のもらい方を皆さんがしてるのかっていうのを教えていただいて、どういうふうなお金の支払い方かと、あとはやっぱり公認の方ですね、本当。僕も普通に見て、楽しむ方行きたいっていう、本当、気楽にこう、自分がね、こうどうこうして、試合の勝ち負けに取り込んでるっていう、一応気にしてないって言ってますけど、もう本当に気にしない時のこのオープン戦のこと。ほとんど負けてるでしょ。今のところ1勝だけでしたっけ？今日3月18日で、まだ今日の試合がどうなってるのか知らないですよ。この数日前でオープン戦の成績1勝止まりでしょ。あと1勝10敗のところまで見かけたんですよ。その記事が合ってるかどうかわかんないですよ。だけども、これ、球団系、極端な話ね。開幕20連敗したとしたら、それはそれで僕頑張らなきゃなんないでしょ。おかしい。阪神グループ、阪神阪急ホールディングスだし。阪急ホテル赤字だしと。阪急電車、阪神電車、電車はまだ大丈夫だと思うんですけど、わかんない。もう僕も一つの、各部門、どうなってるのか、売り上げ、純利益のね、わかんないから、それ貯蓄残しておかなかったら、僕も撮影してるから、撮影しますんで、何回かこれ聞いたことあると思うんですけど、あ、そや、1年ぐらい前に言ってたわっていうのを思い出すと思うんですけども、阪急電車の、新海地から三宮の方の花熊からね、地上に出てくるところの高架の撮影なんですけども、完全にもうコンクリート割れてるでしょ。その向こうの方にもう一枚コンクリートのこの壁のところがあるのか、それかその下に金属製の柱を置いてどうにかしてるのかちょっとよく分かんないですけども、工事するときね、電車の工事ってそう簡単な工事じゃないと思うんですよ。高架の交換あんなの一晩でできないでしょ。どうするんだろうなと思って。だから阪急電車が止まったら、あとは JR と阪神、関西の人しか分からないと思うんですけども、神戸から、大阪間ぐらいに物事を見てもらって、その新海地から西の方は山陽電車っていうことになってるんですよ。山陽電機とかは昔ありましたけども、その辺も僕もちょっとよくわからない。阪神阪急ホールディングスぐらいだったら、阪神ホテルとか阪急ホテルとか、あとは鉄道と、阪神タイガースだとか、そういうふうなところでわかるんですけども、あんまりやっぱりもう幅が広がりすぎたらもうわからないですね、いろんな会社。ある程度の会社は分かるんですけども、こういう、ごめんなさいね、マニアックな人、びっくりするかと思うんですけども、この日経業界地図とかね、こういうの、こう2種類あってね、ごめんなさい。これも日経業界地図だった。これも日経業界、これね、別にね、四季報、あった、向こうにあった。一応 CM しときますとか、阪神タイガースの CM。よかったら皆さんどうぞと。そんなに好きなのであればと。
まあ、あのこういうふうな指揮法っていうのもあるんですよ。まあ、こういうふうなのを見て会社の、従業員の規模だとか、年齢どれぐらいの人たち あの年収がどれぐらいだとか基本給がどれぐらいだとか、まあ、会社 そのグループの中がどういうふうな形になっているかだとか、そういうふうなのが載ってるんですよ。なんかこういうマニアックなものだから、このページ数を見たら分かると多いでしょうね。吸収合併あるから、本当にあの時間の経過とともに、もともとあの石油業界もそうなんですよ。あの多くの、石油業者が例えば日系のところは日系のところでね、あの合併していて、基本的にはもともとあの海外との合弁会社だったりするんですよ。だからまあ、あのいろいろそのややこしい部分があるんですけども、本当に株の話まで進んで、もう今の株高もどうかと思うんですけども、まあそういうわけでね、まあ、あの阪神タイガースの皆さん、あのオープン戦の成績あんまり気にしないでその試合を行ってくださいって言われたとこれ監督とコーチの人たちめちゃくちゃ困るでしょ。これ選手誰試合やしたらいや本当に、いやこれね、もうその時の時間で僕はこうパソコンいろいろ打ち込んだりとかね、あのいろいろあると思うんですよ。どういうふうに取り組んでるとか、あのその時間帯笑ってるだの笑ってないだとかあるのかもしれないし、だから どうします選手。まああの近本の選手とか中野選手とか、あの佐藤輝明選手とか大山選手とか、まあこの辺りは、まああとはまあ去年の、まあ、後半ぐらいから、まあ、育ってきたなっていうところで、まあ、森下選手、まあ、右バッターですからね、あの貴重な右バッターということで、まあまあ、森下選手もほぼ当確、まあ、キャッチャーは、まあ、坂本誠志郎選手じゃないかなと思うんですけども、あの、ね、上野選手がね、その、髪の毛染めていたりだとか、格闘技業界の関わりとかがあったでしょう。でそれが元で怪我したのかなとかもありますし、それ、格闘技業界だけでなくて、この間ね、なでしこジャパンの北朝鮮との試合中で、もうこの辺りが、あの肩、もう家で普通にこう寝転がってたんですよ、こう肘ついて。で、こう起き上がるときにちょっとひねっただけなんですけども、普段絶対そんなこと起きないですよ、起きないんですけど、この辺りがものすごく筋肉はもうねじ切れ曲がるみたいな変な感覚になって、もうものすごく痛くて激痛で、いやまあ多分試合の時間の間にシャワーを浴びようとしたからだと思うんですけども、もうシャワー浴びる直前ですね、それか晩ご飯食べようと思ったかに反応して、まだ食べてないんですよ晩ご飯で、シャワー浴びてないんですよその前だから、ちょっとね、とりあえずね、危険な業界とはつながらない方がいいですね。だから、どういう話になってるのか僕もよく分かんないですよ。そのボクシングの試合でオリックスバファローズのもう海外行った、山本投手が、ボクシングの試合とか見に行ってたでしょ。それで髪の毛の色がああいう風になってたのかなとかも思いますし、まあ、その僕一人だったら大変だから、その世界戦それで、まあ、現場見に来て頭なんかかしていたりとかもあったのが、ただボクシングの試合に関して僕も絶対取り組んでるんですよ。で多くの部門でその世界戦に関しては僕は軸になってるっていうところはまず間違いないと思うんですね、やっぱり。まあ、ボクシング業界も本当のこの経営実態とかも、まあ、知りたいのは知りたいところですね。だからごめんなさい、ちょっと阪神タイガースの話に戻りますけども、だからあんまりその怪我するかしないかの懸念のところで、だから僕もそれで体のいろんな箇所が痛くなったり、顔とかこの辺りいろんなところ痛くなったりとか、その今殴られてるなとかそういうのが分かるから、それはね、一時期ひどい時はものすごい、その一日の回数、これ誰が試合してんねんみたいな話で、本当に一応神がかり的な力でダメージをその多くの人間で分散させることもできるから、本当はできるんですよ。だから
クリーンヒットしっかりと何発も入ってるのになかなかダウンしない人とか、だからそれがそういうふうなことがあるから僕は取り行っている試合に関しては選手のダメージは各選手の責任っていう形にしてるんですよ。それしなかったら他の人の方に痛みいって、だからそれは格闘技業界かどうか分かんないですよ。左側の肺に穴開けられたっていうの、それ昔僕が生まれてくる前だと思うんですけど、力道山っていう昔プロレスラーの人がいたんですよ。その人ちょうど同じ箇所を後ろから刺されてるんですよ、刃物で。それで左側の肺に穴が開いたのかもしれないし、だから時間軸云々の話があるんでしょう。だから変な神がかり的な力云々の話とかもあるから、その辺のところはよくわからない。だから、まあ危険なことにはあんまり関わらないようにしておいた方が、その梅野選手のその怪我とかね、骨折とかがあったり、源田選手ってライジンの半歩選手じゃないんです、ないんじゃないですか。うんっていう声なんかできるんですけど、この間ちょっと前に、まあ3月58日ですけども、この間 au ショップにいませんでした、背広着て。で、西武ライオンズの源田選手じゃないんですか。顔は似てるんですよ。で、声聞いても同じだから、ただ安保選手の方は特別声聞いたことないんですよ。いや、これ一般人の人が聞いたらショックかもしれませんけど、僕の、考えすぎかもしれませんよ。その民間の会社だから、骨折したりして、また体作り直してからじゃないと、その、安保選手だとしても、西武ライオンズの野球選手だとしても、その、試合にならないじゃないですか。体作らなかったらね、筋トレとかいろいろ行って、トレーニングを行って。だから、その、怪我してしまった間、お金が入ってこないから、au ショップとかで働いてました。いや、ちょっとね、いやもうスタジアムの建設費用とか知って、もう僕もびっくりしたし、一般人の方たちもびっくりしたでしょ。例えば東京ドームだったら848億円か868億円で、電気代だけで1年間で1億円、固定資産税だったらまだ2億円はかかってるでしょう、毎年。で、それプラス、まあこれはどこの球団もそうだと思うんですけども、法人税率は23.1% の方でしょう。で、それプラス経費とかだから、その、スタジアムの建設費用とかの返済。だから、ちょっとね、本当もう建築業界の、その、することを、僕のホームページでちゃんと書いてますから、老朽化した建物を解体すれば、その金属はね、採掘できて、もう何百メートルとか何千メートルもそこを掘ってね、もうある程度掘ってる途中ですよ。だけども、そこから引っ張り上げるのに、ガソリンとかたくさんいるじゃないですか、地上まで持ってくるのに。で、それ地上でベルトコンベヤーに乗せて分別してるんですよ、岩石の部分と金属の部分分けて。で、それから溶かしてとかだから、それだともう解体してそこから金属採掘した方がいい。あと、その辺に放置自動車いっぱい探したら出てきますから。この間も河川の撮影、ちょっとね、神戸電ですから、まあ、日踊越駅っていう駅があるんですけど、まあ、壇ノ浦の合戦の、その源の義経がっていう話ありますけども、まあ、あれ多分、本当は合戦しないですよ。源家も、平家も、もともと天皇家の子孫の人たちなんです。で、昔からそう、関白とかができた頃から、関白は天皇家の子孫の人たちなんです。